今回は団蔵、最強クラスの能力イザナギを使えたのに天下を取れなかったことについて読者の反応集をご紹介します。それでは本編どうぞ。人気なさすぎでしょ。人望 F だからだろう。政治力 F。猿よりこいつ火影にした方が良かったやろ。オロチマルと結託がいかんでしょ。腕がキモい。里思いとか犠牲することによってるだけの能力知事やろ。リセット多いだけでクソ雑魚やん。自己犠牲 S。怪しさ S。目の数 S。なかなかええキャラしてるんやけどな。希代の火影やぞ。こいつじゃペインから里を守れません。綱でも守れてなかったけどな。頭の悪い卑劣様と思ったら良いところ全くないやろ。火の石が強すぎた。イタチが結構ガチでビビるくらいには強かった模様。イタチに勝てるなら自分でウチハ全滅させたやろ。万華鏡コレクション増えるし。里のためってより犠牲という行動のために動いてる気がするキャラやな。手段が目的になってる。おとり役に立候補するシーンで躊躇すると小突き。判断が遅い。人生のターニングポイント。最初からおとりになるつもりだったのにわざわざ部下の反応見てから言い出すの卑劣すぎやろ。教育術やぞ。ここで先に言ってればほかげなんやろか。一生後悔しそう。団蔵一生悔やんでそうやな。団蔵が先に言ってたらおっ団蔵言ってくれるんか。頼むわって展開になってそう。卑劣やん。やっぱおとり役は団蔵が行くべきだったと思う。最初からおとりになるつもりだったのにわざわざ部下の反応見てから言い出すの卑劣すぎやろ。団蔵はサスケ相手に苦戦しすぎや。団蔵まだらにシャリンガン奪われたら里がとんでもないことになる。己を封印する死に様かっこよすぎやろ。無能で雑魚で頭悪くて嫉妬深い扉魔、これが団蔵や。なんで現実改変何回も使ってサスケごときに負けるんですかね。目玉だらけは鳥肌立つくらい怖い。なんじゅ以外では割と人気ある模様。アミオリの被害者。ボルトでも基本悪い事件起こると団蔵が生きてた頃の問題だったりする。三代目も見て見ぬふりしつつしれっと汚れ仕事押し付けてるのくさ。二代目の次に卑劣なの三代目やろ。そら三代目も火の石をついでるからな。三代目は第一期には団蔵をちゃんと押さえつけられてたんや。第二期入ってから三代目の権力が弱まって団蔵暗躍って感じや。死に際に封印術使ってその間に目つぶしたのと最後のモノローグは好き。結局こいつ里にとってええやつなんか悪なんか未だによくわからん。ええやつではないけど全体的に見たら言われるほどクソでもない。この葉の平和を影から守ってたんやぞ。こいつこそほかげやろ。こいつ原因の被害でかすぎ品化必要ないとこで卑劣な真似するから二代目みたいになれんのや。あんだけイザナギ使えるのに8尾にボコられる程度の時のサスケに負けるのはちょっと。団蔵は自分の腕の目玉チラチラ見なければ勝っとったやろ。目使い切った後勝つ算段あったんかよこいつ。団蔵の部下団蔵が殺された。団蔵の同期団蔵が殺された。この葉の忍び団蔵が死んだ。部下同期その他点々点点に苦しみの連鎖を食い止めた新たな忍び世界への架け橋や。あの頃はイタチより強かった翡翠はなぜ団蔵に目を奪われてしまったのか。団蔵が使うフートンスタイリッシュで好き。腕がグロすぎ風俗で惹かれてそう。二代目火影にシャリンガン移植できるっての教えたらどんな反応するか知りたい。脚本の荒という悪意を押し付けられた男。ことあまつかみは内橋水の万華鏡シャリンガンの道術。対象者に現術にかけられたと気づかせることなく操ることができる術で、効力は江戸天聖による操作すら上書きしてしまうほど強力なものだが、イタチ曰く一度使用すると千住柱間のチャクラでもない限り十数年は使用できないという欠点がある。イタチにとっての団蔵の印象は翡翠から目を奪ったやつやからな。結構強い判定だったんやろ。イザナギから生き残れたことに驚いてただけやぞ。イザナギ無駄遣いおじさん、マジでシャリンガンもったいなさすぎ。デカすげーチート能力連発してあの結果は。イザナギ10回使えてなぜ負けたのか理解不能。しかも敗因は面玉の残数目視で確認による管理不足。団蔵は切り札級の術決定力がなさすぎる。勝手に異空間転移して井戸天救済イベントをスキップした団蔵さんサイドにも問題がある。でもシャリンガンは敵に奪わせなかったから三代目もこいつ処刑しとくべきやったな。当時
右目隠してたからこいつが飛びなのかと思ってたわ。暗部とかいう凄そうで別に凄くもない奴らなんなんや、こういうのほんまにやめてほしい。団蔵が暗部を管理してたよね。私的な感情を持ち込みすぎるとかいう卑劣様の正確な団蔵評価。団蔵って悪いことしてなくね？サスケオロチマルカブトを許すな。団蔵とオロチマルが暗躍しすぎ。止水の万華鏡柱間細胞イザナギいっぱい使えるなんで負けたん。とにかくスサノを貫通できる火力がなかった。三代目がもうヨボヨボジジイだったんだから同年代のこいつもそれ以上に置いてておかしくない。柱間細胞とかシャリンガン移植とかの副作用で身体まともに動かなかったんじゃね。これだな。あと相手がサスケやから負けイベントやししゃあない。相手を一発洗脳できるチートシャリンガンを政治のために使ってクールタイム中に殺されました。これサスケ団蔵は俺が殺した江戸天聖ヒルゼンホーン。まあしゃあない。ベインがこの歯吹っ飛ばした時に自分は安全なとこに隠れてて綱手がいる限り里が全滅することはないとかいう判断する外事やぞ。ベインの時はリンネガンの能力が未知数だったこと、それにジライアがやられていること、放っておけばひとまず里からは立ち去ることが事前に分かってたからな。余計な張り合いして相手を煽った綱手の方がよほどだろ。生き返る相手の倒し方もわからんのに全員で特攻とか、綱手もうちょっと考えてくれって思ってた。実際、ナルトのご都合主義覚醒がなけりゃ全滅してこの派は滅亡してたし、やってることはいつも間違ってないのに、ストーリー上、貧乏くじ引かされてるキャラだと感じた。この派のために自分を犠牲に何でもしてきたのに火を浴びれなくてつれーってアピールし続けてたのに、ナルトがいなきゃ里が滅んでるところ何もせずに隠れてるだけだからゴミなんじゃん。口で偉そうなこと言う割には自己保身しか結局できてない。団蔵も自分らがいなくても里の半数を失うがペイン撃退はできると踏んでいるので、団蔵の読み自体もかなり甘いんだがな。根のものを納得させるためのブラフの可能性はあるけどな。コンプレックスまみれで歪んだやつっていうキャラ造形自体はよくできてると思う。団蔵よりも相談役の無能二人組の方が害悪。ヒルゼン、団蔵、ホムラ、小春が同じ正体出身という事実、こいつら育成したのは誰やろな。二代目リスペクトの制作してたけど二代目と違ってワンオペで里を回す能力がなかったよな。扉間がヒルゼンに継がせたのも団蔵とニコイチセットで考えてたからやろうし、なんか団蔵ってそこそこ強かった気がするけどどんな能力だったかいまいち覚えてない。都合書き換え能力やあれ防御にしか使ってなかったけど攻撃に使えないの？イザナギ攻撃に使える描写あったっけ？超防御特化の術だった記憶しかない。名刺子につき1回しか使えないのからすぎやろ。カカシ殺すのにすら目使わないと無理そうやし。あの閉じたシャリンガンは再利用できる予定やったんかな。サスケ、ペイン、カブトという作中最強だった奴らを一人で闇落ちさせた男。断蔵シャリンガン頼みで自力弱そうな感じあるけど、フートン区内にまとわせてアスマのノビルメリケンサックの上位互換っぽい術使ってたし、もともとの戦闘力はアスマよりありそう。アスマより上と言われてもいっぱいおるし、マダラの感染がなければサスケイには勝ててただろうからな。サスケイの闇がさらに深くなりつつ実力を開花させるだけや、明確な勝利がないせいでわかりにくいけどサスケイの潜在能力はえげつないわ。団蔵は卑劣様がゆっくり時間かけてメンタルを叩き直せてたらもうちょいマシだった気がする。オロチマルがこの葉の里を襲った時ヒルゼンじゃなくて団蔵がホカゲだったらこの葉崩して失敗してた？オロチマルのお友達だから成功してるやろ。そもそもオロチマルなんか未然に殺してそう。トルネとフーさんの本来の強さが気になって仕方ない。詳細忘れたけどトルネはアニメでかなりチートの虫で油目一族のシノじゃないと対処できないとかだった気がする。団蔵の部下だったけどナルトの側近になってる際の優秀さよ指導力はそれなりにあるんやろ。チナ暗部出身イタチカカシヤマとトルネ風妻子のもスカウトしてた模様。あれは妻の兄が成人だっただけや。兄折りシーンなんか知らんけど、イザナミ説明シーンで過去のウチハ一族がイザナミ合戦して失明した死体の山で来上がってるの想像したら怖すぎるよな。
サスケが団蔵を倒したけど、希代枠がサスケやなくてカカシとかで殺してしまってたら、里に絶対許されてなかったやろ。むしろ厄介者を消してくれたということで、サスケの好感度上がってそう。皆さんは団蔵がイザナギ使えたのに天下を取れなかったことについてどう思いますか？コメント欄で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。